どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コウテツユスティールです。いや、最近ポピープレイタイムばっかりやってますが、皆さんの大好きなフナフ、ファイブナイツアットフレディーズを忘れてませんよ。実はね、こないだとんでもないトレーラーが出ました。新作ファイブナイツアットフレディーズセキュリティブリーチの DLC トレーラーが出ましたね。まあ、みたいな一応ね、これはファンメイドですね。ファンの方々が作ったものですね。いやー、でもね、クオリティが高すぎて言われるまではわからないと思いますね。はい、今回一緒に見ましょうか。おう、これだ。これはなんか新作 FNAF のイントロのやつだね、本家の。いや、違うな。なんだ？え？ドア？I have the second key. ん？誰の声？二つ目の鍵持って、え、待って、それどころじゃない。グラムロック、へえ、グラムロックボニーとグラムロックフォクシーだね。When evil is reborn. 出た。ジャックといえば、We need to face it. バローラもいる。あ、ゲーターゴルフ。何をする気、ボニー。あ、みんなの大好きなサンとムーンですね。やあ。ああ、今回はこの3人っていうか3台がメインかな。Can you change their destiny? なんだ、戦ってる。頑張れ、ボニー。へえ、かっこいいな。おお、なんか支配してるな、みんなを。おの、フレディ、なんか目が紫色になってるってことは、もう乗っ取られた感じ？ひどい。ん？どうしたの？え？なんか家族っぽいもの？夫婦みたいな？何の話だろう。これは何かの拷問みたいなものかな。いや、待って、それどころじゃない。後ろに何かいるぞ。Do not go. 行くなって。ん？何か聞こえる。え、これってもしかして、ウィリアム・アフトンの悲鳴？そうだろう。いやー、これも拷問の一つですね。拷問の一種。いや、だって、バローラには、ウィリアム・アフトンの奥さんが入ってるでしょ？まあ、その魂がね。いや、来るでしょ？来たー来ると思ったよ。Security Breach. Uncertain Past. いやー、面白かったですね。皆さん、どう思いましたか？へえ、バローラは相変わらずエレガントだな。面白い。そしてボニー気になりますね。どんな声するんだろう。で、このシーンどうなってるんだ？フォクシーがボッコボコにされてない？あとフレディ、どうしたの？なんで目がそんな色になってるの？やっぱりウィリアム・アフトンに乗っ取られた？でも本家の最後の方、確か倒したのでは？ウィリアム・アフトンを倒したのでは？でもやっぱりウィリアム・アフトンはあれだ。何があっても戻ってくるって感じだね。今の太陽はどうなってるんだ？面白いけどやっぱり不気味だな。なんでそんな歩き方と言えるのかな？いや、こっちも気になりますね。いや、なんだろう。やっぱりバロアラの中には、あの奥さん？ウィリアム・アフトンの奥さんの魂が入ってますよね。なら、なんで？ウィリアム・アフトンは何のためにバローラにこんなことを見せてるの？ひどいでしょ。やっぱり拷問だな。イカれてるな。イカれ野郎だ。はい。まあ、ということで今回この辺にしときますね。皆さん、いかがでしたか？ぜひ教えてください。コメントしてください。あと、よければ動画の高評価お願いいたします。いやー、これマジで出てほしいですね。本家の公式の DLC はどんな感じでしょう？来る予定だそうですが、一体どんな内容か気になりますね。待つしかないです。はい。皆さん、ご視聴ありがとうございました。では。
次へ。Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear! I have the second key. You're home early. I quit my job. What about the children? We have a down payment on a new closet. I do not know what I was thinking. I was compelled to leave my post. This is no longer working. I am leaving. Do not go. May you be happy in the life you have chosen. Do not go. 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 Do not go.